始まりました、プリットチャンネル。ハロー、お待たせいたしました。2月の27ペヤング焼きそばプラス納豆買っちゃいました。これ食べてみたかったんですよ。納豆のパッケージしてる。一体どんな味がするのか早速食べてみたいと思います。それでは開けていきたいと思います。オープン納豆。わお、開けすぎた。あら、いつも通りの火薬と、あ、出ました、変なやつ。何これ、後入れ火薬。これ納豆っぽいよね。で、いつものソース。あ、なんか違う。何これ、肉。お湯を入れます。開けてみましょうか。よいしょ。あ、開けちゃダメだ。お湯捨てます。よいしょ。で、まずソースを入れましょう。これを入れる前にかき混ぜるらしいです。普通にこのままでもね、普通のペヤングだからいけちゃうよ。これにこの後入れ火薬を入れます。わー、気になる。これ乾燥したトウモロコシみたいな、ドライしてんね。入れます。わー、でもこう見ると納豆っぽいな。それでは食べてみましょう。じゃん。何、納豆の匂いする。すごい臭い。あの納豆の臭い匂い、いい匂いだけど臭い。すごい。ドライだけあってネバ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 してない納豆の。ちょっといただきます。納豆の味しますね。かすかに納豆、納豆してない。そんなに味はがっつり納豆入れてますって感じではない。あ、うまいな。合う。口の中に入れた時のネバネバ感はある。あとね、この噛んだ時の食感が乾燥しているからなのか、いつもの納豆の柔らかいっていう感じではないね。どっちかっていうと本当に納豆のイメージよりちょっとピーナッツの食感に近いっていうか、このいつも入ってないこのお肉も食べてます。何これ、なんだこれは。なんかスナック菓子をお湯でふやかしたみたいなお肉。あ、でもちょっとやっぱネバってしてる。麺のソースの水分吸ってちょっとネバっとし始めた。納豆だけ食べてみます。あ、納豆な。やっぱ香りは納豆なんだよな。でも味はあんまり、納豆好きな人はねちょっと物足んないかもしれないですね。完食、おいしい。ペヤングにとりあえず納豆は合う。皆さんぜひ美味しいんで試してみてください。チャンネル登録お願いします。